東京臨海部の交通渋滞の緩和を目指し建設が進む全長1キロの海底トンネルが貫通しました。東京オリンピック・パラリンピックでは選手などの輸送に使われます。建設中の海底トンネルは江東区の有明方面から東京大会の競技会場海の森水上競技場のある中央防波堤を結んでいて、全長はおよそ1キロです。トンネルの最後の部分がつながり、昨日貫通式が行われました。中央防波堤には現在巨大なコンテナターミナルがありますが、有明方面からの幹線道路は1本しかないため、トラックなどで激しい渋滞を引き起こしています。トンネルを含む道路は東京大会までに開通する予定です。